シエンフエーゴスの都市歴史地区シエンフエーゴスの都市歴史地区はキューバの世界遺産の一つである。19世紀に建設された都市シエンフエーゴスの古い街並みが対象となっている。シエンフエーゴスは1819年に築かれた都市である。当時はスペイン帝国の植民地だったが実際の入植者はフランス系移民が多く含まれていた。彼らの出身は フランス本国のボルドーやフランス領だったことがあるルイジアナなどであった。都市はスペイン本国の啓蒙主義を反映した近代的な都市計画に基づいて格子上の街路に整然と建造物が並べられ一体的な景観を呈している。当初は新古典主義様式が用いられたが次第に他の様式が設置されていった。 19世紀前半に建造された建物で残っているのは6棟、19世紀後半のものは327棟、それ以降のものが1188棟である。中南米の世界遺産には、木との市街、コロニア、デルサクラメントの歴史的街並みやサントドミンゴの植民都市などのように、スペイン植民地時代に築かれた金星の街並みが複数含まれている。また、 中南米における20世紀都市計画の傑作としてはブラジリアがすでに登録されている。支援フエゴスの世界遺産登録にあたっては建設された時代と様式の面で中南米における近世の都市景観と現代の都市景観を加強するものと位置づけうる点が評価された。世界遺産登録範囲に見られる建造物の例としてアイコモスが挙げているのは以下のものである。 世界遺産登録前の支援フェーゴスの旧市街には毎日平均で250人の観光客が訪れていた。世界遺産登録地はしばしば観光客の訪問が環境悪化に結びつくことがあるがアイコモスは支援フェーゴスの観光客数はそのような懸念材料にならないと判断した。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。 ありがとうございます。